らーっとしてる、すごい寂しい、寒い。あ、遠くにブリカツくんが見えます。イタシャフェスにお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。新潟イタシャフェス、何始めていいよ。イメージキャラクターの、越後みのりです。今日はちょっと物販のみのりん T シャツで今日は参加させていただいてるんですけれども、あ、ブリカツくんこんにちは。じゃあ、はい、今日は、ゆるキャラのブリカツくんにも遊びに来ていただきまして、ちょっと風が強くて寒くなってるんですけれども、早速ちょっと、越後姉妹ギックスのライブを皆さんに見ていただきたいと思います。それでは、呼んでみましょう。ギックスの皆さんです。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、もうここでこれで大丈夫ですかね。はい、はい、それでは早速、歌ってもらいましょう。はい、リアルルルルです、どうぞ。私の心とあなた、いつも声に返してくれたね。一人行けば街の怨念、白姿視線追いかける、ボディのキャンパスに描かれた私にミラクル。心はオーバーヒート響くよ、二人だけのハーモニー連れて行く。
の曲をですね、私たち、越後姉妹ギギクス越後姉妹のイメージソングリアルルルルルです。ですね、私たち越後姉妹は普段は皆さんの右手に見えますいたしゃの中に中に住んでるんだよね。そう、住んでる、中にいるんだよね、普段はね。そうなの、皆さんに会うためにイベントになるときにポーンと出てきます。今あそこにいるのは抜け殻です。抜け殻でも目とかに触られると痛いんで優しくしてあげてください。そうそう、はい、この曲ブリカツくんみたいにこう優しく、ブリカツくんも目触ると痛がっちゃうね。そうそうそう。皆さん優しくしてあげてくださいね。で、私たち越後姉妹はですね、その台湾の男の子に、男の子の魔法にかけられて2次元から3次元に飛び出してきました。そして自己紹介をさせていただきます。言っちゃうよ、いつものやっちゃうよ。いつものやっちゃう？やっちゃうよ。ちょっとマイクが飛び飛びだから。マイクが飛び飛びだけど皆さん頑張ってください。私は越後姉妹キックスのリーダー越後ゆかりです。越後一のおーやんだ娘。楽しいことと猫が大好き。皆さんよろしくお願いします。私は越後ひかりです。皆さん、私がゆるふわーと言ったらマイペースと返してください。お願いしますね。はい、ゆるふわーマイペース。はい、ありがとうございます。私はすぐにどっかに飛んでいっちゃいます。ゆるふわマイペースな越後ひかりです。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、私がこうやってマイクを向けたらあっかりんとお願いいたします。皆さん上がってくださいね。いきますよ。ギークス1のちびっこと言ったらあっかりん。はい、ありがとうございます。アニメと漫画が大好き。今日は皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、自己紹介も済みましたし、次の曲に移っちゃいましょうか。はい、ですね、それでね、次の曲に移っても大丈夫なのかな。はい、大丈夫。で天の人が天の声が今戸惑ってらっしゃいますので、皆様少々お待ちください。マイクが結構飛び飛びになっちゃう。今日はなんかマイクの調子が悪いみたいですね。普通に喋ってると大丈夫なんだけどね。あれ？はい。あ。オッケーか。はい、次の2曲目はアグラよ。2曲目はアグラよという曲です。アグラよという意味は光の女神様という意味です。頑張って歌います。あお。はい、頑張って歌いますので、皆様どうぞ楽しんで聴いていってください。そして続けて3曲目も歌います。はい、はい、3曲目にこの私が歌わせていただきます2人の記念日という曲なんですが、コミカルって言えばいいの、コミカル、ポップ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 で、とても楽しい曲なので、ポップで楽しい曲なので、皆さんぜひ楽しんでってください。はい、ということで2曲目お願いします。時が満ちて今私の力よみがえる。はい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 、皆様一緒にお願いします。
とても高い、うん、皆さんは寒くないですか？寒い寒くない汗汗そう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 ですね。ブリコチ君って半分上がってるの？半分上がってる。あ、やっぱり上がってるんだ。やっぱり半分上がってる。やっぱり上がってるんだね。上がってるね。なおさらで暑いね。暑い暑いね。お母さんすごい暑いね。下衣だからねお召し上がりに、はい、お召し上がりに、お召し上がりになるの？美味しい、美味しい、先生は半行事なので食べれないと思います。そうですねすっごいすっごいなんかもう やめてやめてやめてってやめてやめてやめてひどいひどいもう揚げられてるのにさらに3枚に下ろすで後ろにはね、棚の小町ちゃんと笹田五郎くんがいます。とても可愛いです、皆さん、ね、お触り OK だよね。そう、お触り OKOK、目は触らないでね。男性でもお触り OK です。何のアピールそれ。ふわふわなんでね、ぜひぜひ触って帰ってください、思い出に思い出に思い出に。あー、痛いから。ボリューマーに下ろされてしまう。下ろされちゃいますね。で、そう、今歌ったのがあぐらやと二人の記念日です。どっちも私たち越後姉妹のオリジナルソングです。で、一番最初に歌ったリアルルルルルの CD が、その皆さんの右手に見えますイタシャブースに1枚500円で売っております。そしてボーカロイド3バージョンと、さっき MC でねここに立ってくださいました越後みのりお姉ちゃんどこだ。お姉ちゃん、えちがみのりお姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、後ろにいらっしゃいます皆さん。あ、来てくれました。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、そうね。今後ろに天の方に入っていった。天の方に、あ、はい、お姉さん、お姉さん、天の声です。みのりお姉ちゃんが歌ったバージョンの2種類がございます。はい、私が歌ってる、はい、そうです、バージョンが歌ってるバージョンが、はい、ありますので、はい、ぜひまだの方も、もう持ってるよそれっていう方もぜひ。そうですね、今一度。今日はあれなんですよ、はい、ゲスト出演みたいな感じなんですよね。そうなんです。普段は車の中でもうグータらしいで出てこないんですけど。そうなんですよ、くっちゃなくっちゃなでなかなか出てこないんですけど、今日はちょっと、そうなんです、今日は出してきました。来ちゃいました。で、今日はあの今日休日、お休みの日ちょっと出てきちゃったけど、今日ちょっとこんな感じで。そうです、ごめんなさい、いい感じ、いい感じ、そうなんです、ちょっといい感じで来てるんですけど、これ実は物販ブースに売ってます。売ってます、この T シャツ、はい、こちらの T シャツ、後ろにみのりお姉ちゃんの絵が描かれてます。そう、後ろにみのりんが、すごい、でも可愛いの。そうなんです、今日はね、レアですよ、お姉ちゃんのサインも OK ですよね。もちろんです、 OK なんで、はい、今日限りではないんですけど引退式、引退式あんまり出てこない、はい、ね、そう、今日は久しぶりに皆様の前に来たので、はい、レアです、皆様ぜひ、ぜひもらって帰ってください、ぜひもらって帰ってください、はい、もらって帰ってください。大事なことなので何回も言います。はい、はい、じゃあ次の曲に行きましょうかね、はい、じゃあ歌っていただきましょう。はい、はい、みんなも知ってる曲なので、知ってる人一緒に歌って、ぜひ、盛り上がってください、はい、聴いてください、はい、ライオンって何のライオン？マクロスって知ってますか皆さん。そうだ、知ってますか。この曲の皆さんも知ってると思います、有名な曲です。ライオンという曲を私たちでカバーさせて歌って踊らさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。位置につこう、位置について、位置について、よーい、ドン。
思い出しちゃうから君が守るドアの鍵で並べ恥ずかしい物語舐め合ってもライオンは強い残りたい残りたい毎日寝たくなる星座の導きで今夢あった残りたい共に暮れた闇に枯れてゆく本気の体見せつけるまで目指してくらないが
このステージで、ラストの曲、そうですね、11時のステージではラストですになったんですが、この中に、提督さんはいらっしゃいますかね。おいました。いらっしゃいましたね。おって言いながら出しちゃってる。この最後に歌わせていただく曲も、カバー曲なんですが、その提督さんなら多分でいらっしゃると思いますが、思いますが、思いますか、艦隊コレクション、略して艦コレというゲームの中に出てくる艦隊のアイドルの女の子の曲を歌わせていただきたいと思います。思いますマイクが飛んでしまう。ちょっと気分屋だね。この子気分屋なので、皆さん優しくしてあげてください。ね。気分屋なので、ね。では、ね、じゃあ行きましょうか。次は大丈夫ですかね。天の声さん OK だそうです。OK 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 だそうです。待って、待って。どこだっけ。私は…そうだ、ごめんなさい。こっちかな。これからです。はい、ではじゃあ皆さん聞いてください。恋の2411。2411でもごまかせない、静かにでも
11時のライブは終わってしまいます。ね、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 はい、とても寂しいです。とても寂しいよね。超可愛かった。あ、見られちゃった。見られちゃったよ。見てたけど。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛かったかも。人はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、ドキドキしてた。ドキドキしてた。ドキドキしてた。みんなドキドキ、ドキドキ、ドキしてました。ドキドキしてました。これはちょっとみんなにもドキドキが伝わったかなと思いますけれども、けれども、けれども、はい、こんな感じで、こんな感じで11時のステージが終了になります。次のステージは2時半からです。はい、2時半にまたこちらで、ちょっと変わるのかな。ライブの内容がちょっと変わっちゃい、また、こちらのステージで2時半から、ライブをスタートさせていただきたいと思いますので、また皆さん2時半にこちらに集合してください。